ソラデー3は、大阪市天王寺区の株式会社試験が、製造販売する光触媒反応で、歯垢や、細菌の分解を行う歯ブラシ。科学的な効果で、高い歯垢除去力を持つ歯ブラシである。ソラデー、ソラデー2、ソラデー3を経て、現在ソラデー N4 を新発売。ソラデー2とソラデー、またソラデー N43 はブラシ部が、 歯ブラシ本体から脱着可能でブラシ部のみの交換方式。この替えブラシは毛の硬さが普通サイズの硬め、普通、柔らかめ、極細がある。その他にコンパクトサイズ、子供サイズがある。音波振動式、ソラデイリズムも開発し、科学的作用に加えた音は振動でより効率の良い歯ブラシを目指している。酸化チタン電極に 太陽電池が接続されている。酸化チタン電極自体が半導体光電気化学セルとなっている。酸化チタン電極には太陽電池からマイナス電位が握り柄部分のステンレスにはプラス電位が与えられ、歯磨き時には電流ループが形成される。そして太陽電池を酸化チタン電極に接続した場合は、接続がない場合に比べて、 乳酸の分解反応において、乳酸分解量の増加が認められ、太陽電池からのバイアス電圧を加えることで、酸化チタン表面での酸化還元反応が活性化されていることが分かった。この空で酸システムを使うと、光触媒反応により、高校内での虫歯や、歯周病の原因細菌である S ミュータンスが作り出す酸の酸性が抑制されることが分かった。また、 S, S ミュータンスの成近数の抑制も太陽電池を付与することで増大した。その時の成近数抑制範囲は酸化チタン、電極近房数ミリメートルに及ぶことも分かった。また、人工場で代用されるアパタイトペレットを使って S ミュータンスのアパタイトペレットへの付着抑制効果を実験すると太陽電池を付与した酸化チタン電極の方が付与しない場合より 付着抑制効果が増大していることが分かった。ありがとうございます。